なんか前よりも早くなってない？気のせいだと思うけど、確かに早いね。ということで、 T 先輩です。ノッタン。エイコだよ、ノッタン。ちょっと、違う、そっちじゃない。あ、小惑星に入ったのね。ちょうど重なった。まったく、飛び回ってるから。なんて偶然。今回はエリア F に向かいます。F1 だったね。にもあるのでしょうか。いつでも思っているよ。元気になってほんとよかったね。それにめっちゃ可愛い。っていうか、なんですかこれ。空間が裂けている。あの星から出ているのかしら。真っ二つに割れているのかな。それで行く位置なのか。なるほどね、逆側にも行くのね。リードか、リブ、移動かと思った。なるほどねー。すぐそこに見えているのが自然断層でしょうか。そうだろうね。しかし触ってみたくなるなー。やめときなよ。どんだけダメージを受けるかとかだけ。ほら、笑顔で怒られた。一発アウトですか。そりゃ怖い。自分が避けているんだもん、当然でしょ。その力で再生するニュータントまでいるのに。どこでも適応しちゃうのね。ここに住んでしまう敵までいるのか。なんでもありね。おう、なんでもありって言うんですか。カバンありじゃないよ。え、なんでもありだねって言ったんだよ。一瞬わからなくてぶつかってしまいました。運転中はぼーっとしない。当たり前のことです。もちろんだけど、触れただけでアウトなのは怖いね。しかも落ちそうだし。ここだけひびが入っているように見えるけど、まあどうせまだ無理なので、今は目的地に向かいましょうか。今右上に見えたのは実は敵ではありません。気になった方は見直してみてください。あえてリプレイなどは差し込みませんから。え、気になっちゃうじゃない。どんな過酷な環境でも適応する生物はいる。強いものですねー。ほんとね。そしてご本人さんが来てもいいというのはありがたい。こっちは一発アウトではないのね。
むしろ落ちることが必要かも。その先にアイテムがあるならね。ジャンプしすぎないように気をつけなきゃ。上も下も気が抜けないね。ついに下にも出てきましたか。この敵がマジで邪魔。攻撃しようとすると引っ込むよね。モグラ叩きで失敗した時みたいな気分です。ちょっとイラッとするけど恥ずかしいみたいな。パワーを吸収してるのかな。弾頭の中に弾群があったりしたから、いずれ消えるか無効化できるようになるかもね。そうじゃないと困りますもんね。逆側だとあそこを通るのかな。セーブ。ぶつかるだけでまた最初からやり直しというプレッシャーは半端なかった。そっか、最初からやり直してたのね。通り抜けようとすると伸びてくるのがまた厄介。全然当たらないね。うまく避けるんです。もうすぐそこか。じゃあ先に行ってしまおう。おお、かわいい子。リセットちゃんね。はぐれた。え、アトムナのジョッキなの。車がアトム、タンク。よくわからなくなってきた。え、君ではなく。とりあえず乗せればいいね。なんだと。え、完全に閉じ込められた。どうするのこれ。いや絶対君の方がピンチだと思う。もし真ん中に断層が来たら。そうね、逃げる場所はない。どうしようもないよな。反対側に行っても彼女を助けられないね。え、誰か来たぞ。戦車。あれがタンクか。ああ、さっき見えたのはこの車だったのね。おそらく。つまりジョッキさん、も探してたんだろうな。同時進行してたんだ。熱いねそれ。頑張っているのが自分だけじゃないというのは嬉しいものです。うわ危ない。 SP はいいか。どうやらここから脱出すればいいみたいだけど、近いところは少しだけ見ておきますね。お、洞窟があったし。これは来ておいてよかったかも。
なんだ敵じゃないのか。スイッチだね。なるほど、色に対応してるのか。近づかないと切り替えられないんだね。なかなか能動なシステムじゃないか。ここは頭を使いそうです。そうね、パズルみたいになっているかも。右にはいけない。なるほどね、流れを止めるんだね。え？ああそういうことか。あのスイッチを時間差で動かせばいいんだ。これじゃ無理だから。こうして。なるほどね。消えている。あらら、このやり方じゃダメなのね。じゃあどうするの？と思ったら右の勇者が消えてました。そっか、ここが通れるようになるんだ。ここでせき止められてましたね。押せるものは押しておこう。あーもう武器が弱くなってしまった。敵も普通に強いね。頭を使うだけでも大変なのに。上にも行けるけど、まずはこっちでいいか。赤は出ないか。まあいい。出た。ちゃんと滑るんだね。もしかして逆側に出れたりする？そういうのはありそう。やば、戻れなくなった。あ、ここでセーブしておいてよかった。触れたらバラバラに消えるかと思ったら、いつも通り倒れたね。やめてよ。この先がボスか。じゃあ先に下を。は？こっちもボスでした。なんでか。もう。チャージしても強くないのが残念です。無知よりも下手すると弱いんじゃないかな。まあ欲を言えば一発で突っ飛ばして欲しかったね。最後のバグが痛い。やっぱりゴムボールがいいな。まだそう呼んでるし。いって。よし、戻った。やっぱり楽になるね。そんなに連射しなければウェーブと同じ安心感です。あの鬼みたいな敵が厄介だな。取らないよ。まだ余裕があります。リスクは犯したくないです。これで戻ると。せっ
セーブは一度きりなんだね。それが怖いところ。あ、なんだこっちも凍ってるだけで同じか。じゃあ倍速でいいか。でも厄介な妨害は出てきたね。一番苦手かも。こうやってカウンターを連打するのもあまり趣味じゃないんだよな。そう、気持ちよさそうだけど。なんかブルしている気がして。別に気にしなくていいのに。それにしてもギリギリでした。そしてまだ上に行ってないのに。塞がれたから一度外に出ますか。まあそうすれば回復できるしね。3レベルだけはそのままですけどね。実はよくわからず何周もしてたことは秘密です。今の緑を上げておくと、ここがせき止められて上に行ける仕組みです。え、めっちゃ簡単なんだけど。まあ見た目はね。ぜひやってみてください。わけわかんなくなってくるかもですから。そうなのかな。そしてこれだけなの。期待見なかったな。まあマップは埋めたってことで。よし、じゃあ今回はここまでにします。ぜひ次回もお楽しみに。ノクターン。また見てくれたら嬉しいな、ノクターン。